久しぶりの水族公園のオンデマさんを見ようっていうコーナーにしようと思ったんですけど、ちょっとピョンムービーだけ先に撮っちゃいますね。これマジ上がるのめっちゃ遅いんですよね。だから先にピョンムービーだけ撮っちゃいます。あ、多分今からミュートになるんで、ちょっと先ごめん撮っとけばよかった。今からミュートになるんで、ハーピョン暇だよ俺たちっていう方は、あのインスタをね更新しましたので、ぜひインスタを見てください。もう本当にあの1分だけちょっと時間ください、すいません。何喋ろうかな、ちょっと待ってください。何喋ろうかな、考え中。何喋ろうかな。はい、ピョンムービー開いていただいてありがとうございます。今日はこれでした、イエーイ。これのこ、まあ、やってみます。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでピョンムービー収録完了。ということで、何分からにしよう。とりあえず皆さん、オンデマさんの準備はもうできてますか？頑張れって言ってた気がする。お、じゃあちょっと確認してください。ぜひ今日のピョンムービー見てオンデマさんの準備はもう皆さんできてますかね。今日はいつもより陽気ですね。今日はレッスンがあったので、多分あの人と喋るのが今日これが初めましてじゃないからだと思います。そう、なんていうの、家族とかお姉ちゃんとかとは別ですけど、その人、なんていうの、他人と喋るのが今日が初めましてじゃないから、多分その人のノリに今合わせられる状況にいるんだと思います。今日は決済期日、あ、皆さんオンラインお話し会の決済してください。マジで絶対お願いします。お話し会の決済よろしくお願いします。決済大事なのでお願いします。決済するまでがお話し会ですので、じゃあ、20時40分から配信じゃないや、あのあれを見ます。待って、間に合うよね、2時間。まあ大丈夫、20時40分からオンデマさんチーム8公演を見ますので、9月10日の昼の部。よし、一緒に見ましょう。今日まつげしっかり上がってます。今日本当は朝配信しようと思ったんですけど、10時ぐらいに配信しようと思ったんだけど、もうなんか睡眠欲が勝って、そう寝ました寝ました。はい、40分からなので、私は私はイヤホンの接続をしますね。
プライズレバーさんミラーボール4つありがとうございます。あ、今サムネイル公演中だって。あれ配信終了してるわ、ごめんごめん嘘ついた。まずミラーボールを歌います。4つ分。ワンタンメンさんハートありがとう。トラックヤロンさんミラーボール2つありがとう。6でいいのかな。6個分歌います。足跡はやがて消えても後悔の影は消えない。いつか見たフレフランス映画、その中で言っていたそれが太陽が沈ん、あれ、いつか見たフレフランス映画、その中で言っていたそれが太陽が沈んでいく瞬間、最後まで残る緑の光、それを見たら幸せになれる、なんだかいいよね、じゃあね、ミスユー、切なくてただ会いたくてずっと空を見る。これで1,2,3,4,5、あと1個。夕暮れが夜に変わる前に今日の出来事すべて思い出す。ありがとうございます。ミラーボールありがとう。ありさん、トラック野郎さん、サプライズレバーさん、ありがとう、ありがとうございます。野郎さんミラーボール1つありがとうございます。思い出す、明日を持って行くことだけを選ぶんだ、もっとゆっくり歩いて帰ろう。ぴょんちゃんってラップ聞いてなさそうだもんね。どういうこと、めっちゃ下手ってこと。まあラップは聞かないですね。これぐらいしか、グリーンフラッシュでのラップしか聞かない。確かになんかラップやーやーみたいな聞かないです、全然。いつか見た古いフランス映画、その中で言っていたそれが太陽が沈んでく瞬間、最後まで残る緑の光、それを見たら幸せになれる、なんだかいいよね、じゃあね、ミスユー、切なくてただ会いたくてずっと空を見る。下手ですかラッパーっぽくない。その中で言っていたそれ、その中で言っていたそれが太陽が沈んでいく瞬間、最後まで残る緑の光。リッセンのやつ聞いた。あ、なんか一回だけなんか TikTok かなんかで回ってきたのかな、なんか見たことあります。 YouTube ショートかな、なんかで回ってきたの見たことが1回2回、何回な、あの少数か手で数えられる程度ですけど見たことはありますよ。うわーと思って、なんかすごいすごいなと思いながらも、ちょっと私はあのなかなかねラップにはちょっと手は出せないなと思いながらも、はい、すごいなと思いながら見てました。それはなかなかね、ラップってねなかなかですよね。今日もあれも込みで見るので、あの前座も込みで見ます。私の推し2人。1時間37分、ね、雫公演ってめっちゃ短いですよね。何がこんな短く、まあそれこそやらかそうとかみたいなのがないからっていうのもあるかもしれないけど、それにしても1曲分にしても短くない。なんでこんな短いんだろう。あ、分かった、君は僕の風がワンハーフだからか。もうなんかね、とりあえず短いっすよね。なんでなんで、ん、 MC の量は一緒なんじゃない。だから8がめっちゃ早着替えが早いか、うん、めっちゃ確かに曲数的にどうなんだろう、一緒、まあ、全体的な曲の分数とかが1分ずつ少なかったら確かに、
あとアイドルの夜明け、ドル明けの曲5分6分ぐらいありますもんね。確かに1曲で6分ぐらいあるから、そういうのがちょっとずつ少なくなってったら、で1曲なくて1曲ワンハーフでってなったら、こんだけ短くなるのかな。わかんないですけど、まあいっか。君は僕の風だ、てんてれ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 。え、聞いてくださいよ。いや、この何回、あのまだ40、あ、もう40分になっちゃった。じゃあ一斉のでで始めたいと思います。この聞いてくださいの話をちゃんとしますね。それではいきますよ、一斉ので。もし2人、マサイマユちゃんと水島美優ちゃんの前座です。はい、マサル、はーい、みゆー、私にもあなたの愛が必要です。かわいい。それでは聞いてください、ハート型ウイルス、シェーディングの入れ方が自然。かわいい、二人とも。これを見てピョンズはマサイちゃんにちょっと押しかけてる方がいっぱいいる模様なので。どうしちゃったんだろう、私知らぬ間に恋に落ちてたの。入り口を思い出、かわいい、うちのみゆ、マサルの彼女感。ウケる。勝手に彼女にしとけ。断られるぞ。今日は17期研究生の子何人かと会ったんですけど、みゆちゃんに今日、もうハルピョンさん今日も可愛いです、今日も好きですって言ってもらえて、もう私も好きって言ってました。そう、みゆちゃんから話しかけてくれたの、嬉しい。高まる、あなたの羨ましいでしょう。何も手につかないくらい、チャチャチャン、かわいい、今日も今日も可愛いでした。ありがとうございました。ごちそうさまです。
ポラリス83さんハートありがとうございます。あーしがしょうあい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 これなんて言ったらかわかんない。つぜじゃるるおでゆうあーゆうこっからはわかる。あーゆうレディーカラキナララトゥスケミョーホントゥスケ AKB48 それ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 あーあれこれ昼公演見てるよね私13うん大丈夫汗汗汗汗汗汗あぶねてってっててんてんてってってってんてんちゃんちゃんちゃ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 あなたに咲かせてほしい大きな夢のつぼみへこたれたりしないよ第一に根を張って待つからいつかください太陽を Wow wow yeah Wow wow yeahマックミックさんハートありがとうございます。あやねちゃんがさ今日なんかキノコみたいだねってミッサーと話してた。いくつかはからみ始めこれセリちゃんだけさ黄色の人だったんですよねこの間。そういいじゃん一人黄色って言ってましたそうそういてくれるだけでもいい日が当たるようにこっちを見てはいかわいい橋本さんはい、かわいいアイドルしてまーす。あ、間違えた。ごめんなさい、歌詞間違えました。私の歌割りじゃないんで許してください。ちゃんちゃちゃちゃ咲くのかな。あて少しだけ焦ったり不安になる。パー。グーパーグーパーグー Oh and oh you key 橋本さん可愛いよねでしょ可愛いんですよ頑張ってるんです頑張ってるっていうか楽しんでるんですよ。なんかこの間もなぎちゃん出てたからさ変な気持ちなぎちゃんの公演見てるみたいな気持ちになっちゃう名前を覚えてほしい植物図鑑の中有名じゃないけどこれは3番あ私レスしてます。前髪長いのかな私。でもさ全力で踊るからさなんかどんだけ前髪セットしてもさ崩れるんですよね。あ楽しそうハルピョン。え私が映ってます。ありがとうございます。ひなこの眉毛めっちゃ綺麗。てててれれれれてて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 て
ちゃちゃん。何人もいる。こんばんは。近すぎて言えなかった、まさかの愛しさ、夏が終わって気づく。今発表されてる中には B 公演ないんで。だってわ、私だけ前髪崩れてね、なんでみんな綺麗なのに、なんで？教えてほしい、その前髪の保つ能力。めっちゃ崩れてない私。一人だけ。なんかここ七瀬ちゃんに位置違うって言われたんですけど、合ってるよね。合ってる。いや、使ってるケープは一緒ですよ。え、合ってるよ私。4番に立ってます、ちゃんと。ちゃんと合ってます。私じゃない。ほら、ハーピーを投げ、前髪マジ崩れてんですけど、なんで？でもそういう前髪なんですよね。長いんだろうな、もう。悲しい。でも切りすぎるとおんまゆになるからやだ。前髪の幅が狭いのかな。めっちゃ音漏れしてる。なんでだろう、音漏れの原因じゃなくて、なんで前髪こんな崩れるんだろう私。つらい。ここのカメラ割り嫌ですよね。こうやって上向いてる時にこう下から映されるとちょっと鼻の穴がちょっと鼻の穴が。え、タンタンじゃない？セリちゃん、あれ？ここだけ？まあ今度出るときに合わせます。可愛い形？前髪？もうなんか崩れるなら崩れてくれって感じじゃない？こんななんか微妙な崩れ方つらい。あ、でもなぎちゃんも崩れてきた。でも私はもう1曲目から崩れてる。なんでなん？自分の前髪に怒ってます。え、なんかこの衣装から見えるなぎちゃんの腹筋、よき。
君の勢力はゆっくり拡大し北上ビバハリケーン。僕がいる。今何歌っているんですか？ビバハリケーン。いや、ハルピョン警察っていうか、違います、違います。私も間違ってるかもしれないから、どっちが間違ってるかどっちが合ってるか分かんないから、今度ちゃんと出る時に、今度出る時、私出るか分かんないから、次はその時に確認しようねっていう気持ち。でも雫公園マジ全然やらんやんってぐらいやらないじゃないですか。だからギャローさん、ピンクだるまありがとう。待って、全然コメント全然コメント動かないと思ってた。止まってた。いや、普通に止まってたっていうか、昔のところで止まってた。そう、みんなのコメントはちゃんと来てた。ごめん。じゃん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 。しゅ。はい、橋本大移動。上手の4、上手の5番から下手の 5.5 に行きます。雫公園飽きた。だって、全然やってないのに飽きちゃったの全然やってないのに飽きちゃった。ごめん、なんか全然やってないよ。私に言われてもって感じなんだけどな。でもメンバーに言ってもしょうがないよ。チャラチャンチャラチャララララ、教室の窓、頑張ってる頑張ってる、橋本頑張ってます。こんばんは。雫何回か入ったけど、まだ雨の日に当たったことがない。雫はもうほんと全然、なんか16人の時は直角サンシャインっていう曲を雨降ったらやるっていうあれがあったんですけど、全然エイト、みんななんか晴れ女すぎて
全然やんなかったっていう。ハーフツインしてるハルピョンねえ、この話したらユキリンさん呼んでくださいっていうのどういうこと。まあわかるけどでも8人になるとそのないので、その演出がなくなるんですよね。そうだから16人に戻らない限りはないです。ゆきりんさんに参加してもらわずに別に秋葉原を散歩していただき、確かにそれでも全然ねあれですもんね。マジでなぎちゃんいつもその公演ごとにつけまつげをこう一束ずつつけてるんですけど、めっちゃ綺麗、まつげの上がりが本当にすごい上手。新しいの買わなきゃって言ってた。イエイ。ハッシュタグ AKB48 劇場質問箱。もうすぐ秋になるということで、秋にしたいことは何ですか。これマジで秋にしたいことって何だろうと思って全然思い浮かばなくて、うわあれ言えばよかった、野球、プロ野球がもうすぐシーズンが終わっちゃう、もうあと何回かしかないシーズンが終わっちゃうのでクライマックスシリーズを見に行きたいですって言えばよかった。もう私が好きな球団があのプロ、福岡ソフトバンクホークスさんなんですけど、もう今もういい首位争いをしているので、あのクライマックスシリーズを、ホークス会のカレンとミッサーと3人で見に行きたいですって話すればよかった。ソフトバンクマジックもうすぐ出るんじゃない。もうすぐ今日勝って今日勝ってどうなったらいいんだっけ。今日勝ったらもうマジック点灯。今日勝てば点灯、どこが勝っても他西武とかオリックスが勝っても点灯しますか。めっちゃ聞こえるなんで私をなんで私を映したんですか、オンデマさん。西武が負け、うん、西武負けてる。でもオリックスは多分このまま行ったら、いや日ハムがバチコーンを打たない限りはオリックスが勝つと思うんですよね。
どうなるんだろう。今日勝てばもう絶対マジックつく感じ。オリックスの結果関係なく無条件でマジック。そうなんだ。じゃあもう今日はホークスもう勝ち勝ちなので、ほぼ6対1なんで、ほぼ勝ちなので。勝つので、このままマジックが点灯してくれることを祈ってます。頑張れホークス、頑張れホークス。いい調子ですよね。でも最近ホークス、はい、うさぎぴょんぴょん、はるありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、チーム A と富山県代表チーム B 県人のハルピョンこと橋本春奈です。すごくない今のもう超合わせていった。はい、外に出る人になりたいなと思っていますが、そんなことはなさそうな秋でございます坂口なぎさん、坂口なぎさん、お、ランナー三塁、いいね。私この時びっくりしたんですよね。サンマってリーズナブルじゃないですかって言うのかと思っちゃったなぎちゃん、えーと思ったんですけど、リーズナブルじゃないのでって言って、あ、そうだよねと思ってそうだよねと思いつつ、野球は地上波、今日はねホークスの試合はやってるかな、テレビだと BS 朝日1 J スポーツ1ですね、1っていうのかな、私はこれで見てます。なんかそういうアプリみたいな、なんかなんていうんですか、野球速報っていうアプリで見てます。じゃあもしユニットシャッフルするとしたら、ハルピョンに何の曲と何の曲やってほしいですか。てか何の曲やってほしいですか。彼女は絶対任されないと思う、先に言っとくわ絶対任されないと思う。スポナビじゃないんですか。いや、スポナビだよ、野球速報っていうアプリ。バナナにキウイ、マッチェリー、オレンジにマスカット。マリアはもうつらいマリアはちょっとつらいでもこの曲も大変って言ってた、フルーツスノーセリちゃんが。おお
今見さんが打ちました。そして周東さんが帰ってきたことによって1点追加、7対1。いいね。え、今見さんダイソーになっちゃった。はい、もう今見さんの推しの出番がありませんので、もう悲しいです。キーが高い曲がいいんですか？でも低いのは苦手です低いのは苦手なんですけど、踊り踊りしてると私の声がどんどん低くなっていくので、そう、こんだけ多分フルーツスノーぐらい踊ってると大変かも。ジュンクレね、確かにジュンクレっていう選択肢もあるのか。ジュンクレやるとしたらどこなんだ？マリア・ジュンクレか、え、私でも君は僕の風しやりたいんですよね、大好き。唇、私地声がどこが地声なのか分かんなくて、どっからがうろ声なんですか？冬空の風のカーブ、オンタイムでバスが近づく、スローモーションでガードレールに腰掛け、スマホを聞いていた、ドアが開いて順番にワンステップ乗り込んだ、誰かのそのマリア。これは今全部地声、裏声入ってた？頑張れ、頑張った、よし頑張った、とりあえずギャローさんミラーボールありがとうございます。そうだよ、ミラーボール来てないのに歌っちゃったよこの時歯が出たのでよかったと思いました。でも木が出なかったこれなんかかっこいい表情で歌ってるように見えて、もう真剣すぎて。真剣すぎて、もう表情まで手が回ってない橋本です、こちら めっちゃおもろい。だってこの日マリアもう4回目か5回目ですもん、この日、この時5、6回目、昼公演なのに。人は誰にも行け、もう回す準備めっちゃ回す準備してんの、ウケる、かわいい橋本もうめっちゃ早い段階から回す準備してる。ニックさんミラーボール2つありがとうございます。ちょっと待っててね、あとで3つ分一緒に歌いますね、 MC の時に。グリーンフラッシュだけど
チャンチャ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 ラララララララチャラチャラチャンチャラチャラチャ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 。人は誰でも信じることで日が昇る。今日という日、マリア。あれいつだっけ、いつじゃない、え、昼だっけ夜だっけ。なんかこの歌詞がマジで出てこなくて、人は誰でもっていうとこまで出てきた、なんだっけなんだっけなんだっけと思って、めっちゃもう焦ってて、一人で感想の時、次待ってみたいな、人は誰でもなんだっけ、次なんだっけ、ちょっと待って、なんだっけ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 ってずっと考えてて、でも自分の歌の瞬間に出てきたんですよ、ちゃんと。めっちゃホッとしたその瞬間、昼か夜か忘れたけど、ちゃんとでも出てます。もうめっちゃ、もう待って待って待って、やばいやばいやばい、歌詞間違い、やばい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 、人は誰でも信じること、もう本当に出てこなかったんです、頭からは。めっちゃ焦った一人で。何も変わってない、駅前ロータリー、何年かぶりに降りるこの階段、人に帰ること、誰にも言わなかった、彼女に会うのがまだ早い気がした、ステージに立つためにこの街を出て行くと、打ち明けたあの夜、一緒に泣いて再会を誓った、夢の途中、まだ未来はずっと先の見えない場所、まだまだ成長してないから、って言えるくらい、もっと先へ行く、その日まで絶対会わないっていう、この音がちゃんと、本番も出ればいいんですけど、本番は出ないんです私、きっとここに立つと。もう本当になんで、辛い、緊張もあるし、歌わなきゃ、うまく歌わなきゃもあるし、何なんですかね。知らせないのよ、ブンブン怒っていた、今のなぎちゃんは裏声ですよね。歌うと、そうですよね、歌を楽しもうとめっちゃ言われます。もっと歌うこと楽しもうみたいな、めっちゃ言われます。夢の途中、まだ未来はずっと先の見えない場所、まだまだ成長してないから、おぬぐはって会えるくらい、もっと下げたくその日まで絶対会わない。でも声量はないっす。そうだから腹筋、はい、腹筋ですよね、腹筋しましょう。来年の夏までにバキバキにしないといけないんで。
かわいい。え、ジュンクレってこんな露出高いんだ、やばいね。ちょっとそれは無理だわ、露出高すぎ。無理愛の雫をたった一粒与えられるだけで、歌苦手なんですよね。女は開く、降らない街で落ちてかけた愛しさは夕立ち、チャ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 、誘いましょうか。ジッパーやった人が何を言う、あれ今何言った私、へへ。成り行き次第で腹筋の話、許されたいな、クレッシェンド、まあ苦手なんすよ。ジグソーパズルどっちだ。ユニット曲入れ替えてジッパーお願いしようだって、ウケる。あ、露出の話露出の話か。意外と私のジッパーあんま露出高くなかったしチャッチャッチャラッチャッ、なった。え、だって絶対さ、ハーピョン二の腕太いんですよ、だからデブって言われる。うん、でもジグソーパズル48ですよねそうだ、その曲やってたんだった、私そういえば忘れてた。ジグソーパズル48やってたんだった忘れてた。ジッパー懐かしいね、やったね、1月に。京セラドームは延長、あれさっきも延長入ったよって言ってた誰かが。また延長入ったの、延長の延長延長の延長、いけ日ハム、いけ、打っちゃえ打っちゃえうっちゃえ日ハムに勝ってほしいですね。お、待って、誰かがホームラン打ってるんだけど、え、待って、楽天にホームラン打たれたんだけど、ちょっとおいどこにいてもわかるんだ、その存在を感じてる、胸の奥を吹き抜けるみたいに、君は僕の風だ。ここの振り好き、この曲はもうスカートをどれだけ
広がらせるかって思ってます。頑張って広がらせてます。ミャンタンさん、ミラーボール一つありがとうございます。さっきのさっきの2人の分と一緒に歌います。4つ分ね。キャッチしてしまうのかな、離れてても見なくても君のことが気になって。はい、かわいい。私絶対白似合う。自分で言うのやべえ。そんな気がしない。でも衣装似合ってる気がする。自分で言うのもあれですけど、誰も現役じゃない。ウケる。似合わない色？何色だろう。私オレンジとか似合いますか？どうだろう、小物とかだったら似合うのかな。じゃんじゃんじゃ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 。え、めっちゃ今のとこのターン、私めっちゃスカート翻してたの。すごない？頑張った。イエーイ。ということで、ちょっとじゃあミラーボール4つ、なんだっけ、グリーンフラッシュ、涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ、辛くなるだけの恋のウイルスは洗い流してしまおう、失恋をしたその数だけ人は誰かと出会うんだ、その不安に負けないで Just get stronger。 デレレレレデレレレデデレデデ夕暮れが。まだですね、ここからは。 1,2,3,4 4つ分ミラーボールありがとうございます。今の裏声 Just get stronger。裏声？何が裏声？裏声って何？私にはわからない。それを知ることから始めなきゃいけないんですかね。そうですよね、きっと。すいません、私本当にわからなくて、みんなに聞いて聞くしかできない。今のはどっち？出してる本人が一番わかんのかな。聞いてる人ってそんなわかんない。でもさっきのなぎちゃんの裏声は私にもわかりました。あ、裏声だなぎちゃんと思った。絶対会わない彼女。今日マジさ、踊ったから前髪湿気終わってる。ピエン、誰か答えて。アルピオの今の裏声なんですか？裏声じゃないんですか？裏声じゃないのですか？裏声なんですか？どっちなんですか？ Just get stronger。 誰か、あえて低い声、Just get stronger。
そういうこと？それはまた別？夕暮れが夜に変わる前、前に今日の悲しみは強いめっちゃ低い。でもさっきのなんだっけ、落ちサビ以降、大サビ以降がなんか高いですみたいな。唇 Be my babyキス&キス僕の右肩、キス&キス君のイヤホン漏れて聞こえてくる、キス&キス二人にとって究極のラブソングかもね。裏声？どっちでもいいんですけど、そうなんですけど、それはそうなんですけど。キス&キス君の僕の右肩だった。キス&キス君のイヤホン、これは裏声なんだ。キス&キス二人にとって、これが裏声ね。でもさっきのは表声なんですよ。なんだっけ、忘れた。ささみゆき始まる忘れた。ささみゆき、ちゃん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 、あなたいてくれたから。ぜひ表情に注目してください。あ、ちなみに歌割りのところはあの歌に集中してるんであんま見ないでください。表情さすが。あ、今の歌に集中してたやつだと思います。ささみゆきのぴょんちゃんが雫で一番好き、ありがとう。じゃあもうこっちでもチーム K の曲なんですけどね。あれ、私はチーム B なんですけど。それでも入り込んでる入り込んじゃってるわ。イグレート、はい、ここ今顔残しましたよ。橋本さん、定点にしてくださってありがとうございます。今の顔残し伝統芸能伝統芸能顔残し。この曲全然センターじゃないんですけどね、私2番目なんですけどね。ひなこのポジションの人がセンターなんですよ。でもセンターっぽく踊っちゃってますやめてくれよ。タン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 、ここちょっと抜き気味で強く、いいってやってます。いつもぜひ見てください。本気橋本。ささめゆき
チャ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 。私この後の曲センターなんですよ。アンチがセンターなんです私。すいません、なんか2曲センターやってるみたいな顔して踊ってるんですけど、この曲がセンターです。なぎちゃんにここの振りってどうやってやるんだっけって聞かれたんですけど、私そこ歌ってないって言って、多分違うメンバーっていう話してました。アンチは前も言ったかもしれないんですけど、1サビと2サビの表情を変えてるので、歌詞によって全然違うんで、そこも注目して見ていただけたら嬉しい。前髪長いのかな、踊りすぎて前髪がこうなっちゃうのかな、ちょっとそこは研究。そう、一番はアンチのなんちゃらみたいな。二番はアンチのおかげでっていうところがあるんですよ。アンチのおかげで今おごるを知った感謝、感謝だからありがとうって気持ち。手鏡で見るようにアンチのおかげで今おごることなく気づく耳傾けて、ちゃんと明日のために生かしたい。そうなので、そこをしっかり考えながら叩かれても、やってるので、ぜひ雫公演が次会った時ここはもうアンチ生まれちゃって、もう一人のもう一人ぼっちになっちゃったみたいな気持ちで歌ってました。踊りないから、そう、ほらめっちゃ笑顔。気づく。マジピンクハートありがとう。意外と何も考えずにパフォーマンスしてるようで、ちゃんと考えてパフォーマンスしてるんですよ私も。意外と何にも考えてなさそうで、全力でやってればいっかって思ってそうで、意外とちゃんと頑張ってるっていう。そう、まあ、自分で言うことじゃないんですけどね。でもそうやって雫公園のささめ雪が一番好きって言ってもらえたりとか、他の方にも結構表情、このささめ雪の表情いいよねって言ってもらえたりとか、そう、めっちゃ嬉しい。だからこそアクシデント中でめっちゃはっちゃけた笑顔じゃないと、なんか中盤曲3曲でただなんか何の変哲もないかっこいい系の曲ばっかりしてるやつみたいに見えちゃうから、
そうアクシデント中はめっちゃ笑顔。そう、シュールな人に見えちゃう。バルスさん、ハートありがとうございます。なんかさ、結構さ、アクシデント中ってさ、かっこいい系のさ音じゃない、渋滞音っていうか、ドゥ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 って感じですけど、歌詞はなんか面白、楽しい、かわいい系なので、そうそうそう、かっこいい系の表情をするのも違うんですよね。ここ苦手なんだよな、歌割り。ここめっちゃ苦手なんです。まず2声うんで、うんで伸ばさなきゃいけないっていうのがあるのと、親友たちの初回は 2000% 外れ、苦手なんですよめっちゃここ苦手なんです。あと2番の始まりだから緊張してるしめっちゃ苦手。なんかいつもんで伸ばしてない。親友たちの初回は偽うーで伸ばしてます。偽うーんじゃない、んだと音が出なくなっちゃう。偽うーで伸ばしてます。発音記号で表せなそうな音恋、私のソロパート、恋恋恋受けるこれは事故なんだ。どっちもどっちよ、恋愛が知る、こんなことが起きるなんて。そう、意外と橋本考えてやってるんだぞっていうところ、楽しんでいただけたら。なんかそうできるぐらい、しずくはもうなんて言うんだろう、何回もやってるから、そういうことを考えられるまでになったんですよ、ありがたいことに。でもまだやっぱ B 公演は緊張もすごい多くて、だからまだちょっとそこまで達せてないそこに達せるように頑張ります。じゃじゃじゃーん、でで。最近の自己なんだパート、どういうことだ。はい、橋本はけ、はけます。これは自己なんだ。どっちもどっちよ、恋愛が知る、こんなことが起きるなんて。私事故なんだ歌ったことないですよ、一回も。なんかイベントやってるんだね今、ショールーム。誰が1位なんですか今。てか出てる、 AKB 出てる、誰も出てないのかな。パンダさん、ミラーボールありがとうございます。ちょっと待って、歌を。
置いてゆこう、ほんの少しだけ遠回りもいいよね、明日いいことあるかもしれない。パンダさん、あ、待って、パンダさん、ん、待って待って待って、わかんない。パンダさんのまず1個、そして、パンダさん2個ありがとうございます。ニックさん1個ありがとうございます。ちょっと3つ、もう少し強くなれたら、そうきっと君にも見える、幸せが君にも見える、グリーンフラッシュ、てんてんてん、ありがとうございます。そしてちょっとさっき唇に Be My Baby 歌ってたら歌いたくなっちゃったので、それ歌います。今 MC なんでちょっと、今2個歌ったからあと1個、ニックさんの1個も歌いますね。ウォーウォー、大好きなのにこの胸が切ない。ありがとうございます。ミラーボールありがとう。ニックさん、パンダさん、ありがとうございました。ピースピース、イエイイエイ、ハートハート、キュンキュン。イベント、あ、待って、結構出てる。これ 何位までが予選突破なんですか。各予選ランキング1位と2位が決勝イベントの参加で、3位はビスには乗れるけど決勝イベントには出れないんだ。おえー、そうなんですね。またなんか大変そうな大変そうなイベントですね。まあ私は出てないので。遠くからほえーって感じで、遠くから生きていきたいと思います。お、勝ったって、ホークス、はい、マジック点灯、ありがとうございます。ちょっと日ハムがどうなるかによってですね、このあとしっかり守りきって、え、待って、どうなったらどうなんだっけ。11回までしか、あれ12回までだっけ、何回までやるんだっけ。何回までやるんだっけ。引き分け、あ、もうマジックは点灯してるんですけど、このマジックが減るか減らないかっていうのがあって、そう、パンダさん、ハートありがとうございます。同期ではないよね。同い年、確かに同い年ではある。ファーストジェネレーション、私ここ入ろうかなと思ったけどやめました。この時の MC、 私も00ラインだよとか言おうとしたけどやめました。 なんかいいやと思っちゃった。あ、いいやと思っちゃった。そう。別に私がここでシャシャリ出なくても話はちゃんと終わるしいいやと思って。シャシャリ出たところで多分何にも広げられないからいいやと思ってやめました。
つ喋り出すか待ってました。いやまあここのメンバーは別に喋らなくてもひなことかがなんかとりあえず面白くしてくれるから全然喋らなくてもいいやってここはこのメンバーだとなんか B のメンバーだとなんかなんて言うんだろう、くるちゃんとかがねちゃんと回してくれるんですけど喋んなきゃいけないかなみたいな感じでもここはもうひなこがとりあえず喋ってれば面白いから、もうだって山田京香ってフルネームで呼んでる時点でおもろいからもういいやって思っちゃう。そうそうそう、菊池直久さんミラボル2つありがとう。3つ3つありがとうございます。ウォーウォーイメージしよう、さあ唇にBe my babyじゃあちょっと後で、あと2つ私が喋ってるんで今宣伝してるわら、宣伝してるわら、はい、あと2個分ね。冬空の風のカーブ、オンタイムでバスが近づく、ガードレールに腰掛け、スマホを聞いていた、ありがとうございます。ミラボール3つ分ありがとう。あ、写真撮影なのか、じゃあ全然いいや。ちょっとじゃあちょっと一瞬飲み物なくなっちゃったんで飲み物取ってきていいですか。あ、公園は流しっぱで、写真撮影なんでダッシュで多分いけると思います。お待たせしました。これ右左だ、これ推しメンと隣で撮りたかった私推しメンと隣で撮りたかったの、でも撮れなかった。じゃんチャラチャ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 ラチャラチャラララララララ、太陽あと何箇所回れるのだろう、何を伝える
これさ、私間違えたと思ったんです。でも私合ってた。うん歌詞私間違えたかなと思ったんですけど、合ってましたので。橋本は振り間違えた今間違えちゃった。願うならなかった。今間違える分にはいいですから。届くまで拭わずに落ちる汗はいつも美しい。君の努力がキラキラと道を照らしてる。あ、はい、気まずい時間 2A2B 私が歌わないから気まずい時間なんですよね。この曲めっちゃ低いですよね。振り向くな光は前にある。やばいやばい、今歌詞やばい、ボロボロ。今歌詞ボロボロなのはいいんです。きっと空は晴れてくる。君の瞳に映るはず。最近歌が上手くなったと実感します。ミラーボールのおかげかな。え、本当ですか。じゃあもっと上手くなるにはもっとミラーボールが嘘です嘘です、すいません。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、タタタタタタ。これ私一番だからいつも緊張してます。そうすべ、ちょっとこう聞きたい自分。あ、ちょっと失敗しちゃったこの日。見上げていた高い山、前成功したんだけどな、7月とかに出た時。ここの間に命かけてる私間に命かけてる。そう、映るはず、眩しすぎる夢、道を照らしてる。はい、ハロピョン。テレテンテテテテテテテ。青春は続く。まだ制服いけるかな私。あ、くしゃみ出る。うん、ごめんなさい。ありがとうございました。ひなこ迷わないでよ余裕でいける。マジ？まだいけますか私、制服ちゃん。もうきついかなとそろそろきついかなと。でもそれこそこの雫公演の時にその照明さん、スタッフさんと喋ってたって言って、劇場スタッフさんと喋ってたって言ったじゃないですか。その時もいやでも顔はまだ全然、いくつになっても多分まだ全然いけるからみたいな言われてそう、問題は自分がそう、どうなりたいかとかじゃないみたいな言われてあ、私ってやっぱ顔はまだいけるんだって思いましたね。それを、その話をされてた時に、私って顔はまだやっぱいけんだって。
思いながらパンダさんハートありがとうございます。そう、ひなこの MC ね、ひなこは面白い、本当にめっちゃおもろい。顔はまだいけるらしい。ソフトバンク優勝、いやまだ優勝じゃないんだマジック、そうマジックがついただけなんですけど、まだちょっと今メール書いてます、すいません。まだ優勝ではないです。確かに巨人どうした、そういえばあんまなんかゴリゴリに上がってこない。4立てしようって巨人ファンのピョンズとみんなと約束したのに4立てできないじゃないか17期のイベントが今日から。そうなの、何、なんかな、何ですか、なんかな、何ですか何があれなんですか。星でも参加できる、星でも参加できるなら。私アプリとかに課金したことがなくて、そうだからちょっと初課金がショールームの17期になるっていうことそれはそれで面白いんですけど、そうアプリとかに課金したことがないんですよ。17期のエリちゃんから飛ばされてきました。お、橋本ちゃん、おかえりちゃんですね。橋本エリちゃん、エリちゃんが入ったから、なんか今日そのレッスンの時になんか橋本はなんちゃらですって言われて、えと思って見たけど、あ私じゃないんだと思ってえそれこそなんだっけ、あのテレ東さん、ひろゆこさんに私ハルピョンさんって呼ばれてるんですけど、やっぱ橋本さんって言われるとドキッとしちゃいますね。知ってました、この間波動の時、エリコちゃんの時、エリコちゃんのことを橋本さんって呼んでて、またあれ、あ違うわと思ってちょっとドキッとしちゃったっていう話。チャ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 、その日長野も2人いた、確かにセリカさんって言われてたね、長野セリカさん長野めぐみさん、確かに2人いた、長野も橋本も。てる、なんでこの声出てないんだろう、分かんない美少の俺のままでっていう感じの声じゃない、分かんない。刺さりそうか、
声出さなきゃって思うからかな。スターレインいい曲だよね、めっちゃ。私も好きです。右向くんだっけ左向くんだっけっていつも分かんなくなるけど。うん、この曲好きめっちゃ。これ多分凪もしゃがむね。今んとこね。てれ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 てなーなーん、待って、涙流した、あれ左だっけ右だっけってなる、いつもこっちだっけこっちだっけってなっちゃう。そうそうそう、みずみんに投げて、だってみずみん配信してる今、星いっぱい余ってるから全然投げますけど。あ、やってる。でもなんか投げてたらさあ、みんななんか言うからやめます。私ピョンズが、ピョンズじゃないかもしれないけど、なんか言いたがりの方々がハルピョンが星投げてるってコメントするからやめます。竹兄さんミラボラありがとう、ありがとう。ちょっと1個分後で歌うね。ありがとうございます。歌えるかな。ドアが開いて順番にワンステップ乗り込んだ誰かのその後に続く。ありがとうミラボール時にさん、歌っちゃった。思ってますか。ユンナナはどのポジションでもできます。どのポジションでもできるけど、どのポジションでもできるからこそ、その忘れがち。されば近くなる。君だ。うわ、日ハム12回表0点だったので、もうマジックはもう11確定ですね。まあしゃあない、まあいいや、マジックがついただけいいです。どのポジションでもいけるけど、まあそりゃそうですけど。エイター一同ガチ恋工場お預けされてそろそろ。やばい、ガチ恋工場できないたびに髪の毛が一本抜けるんですか、それは。かわいそうすぎる。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。これ私とナギちゃんのポーズ見といて。私がウサギして今ナギちゃんがピースしたじゃないですか。これ確か夜公演逆になってたんですよね、違ったっけな。なんか私が
私は私でそのなぎちゃんが さっきピースしてたからピースしようと思ったんですけど、確かね夜公演逆だった気がするんですよ。違ったかな。ちょっと後でこれが終わったら見ますね。引き分けでもマジック10。あ、そうなんだ。ありがとうございます。さっきね聞いてって言おうとしてた話なんだっけ。うわ待って、さっき思い出したんですけど忘れました、一瞬で。うわ待って忘れた、待ってなんだっけ、後で話すねっつって、え待ってなんだっけ、ちょっと待って悔しい、何でしたっけ、え待ってくださいね、えちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、え何でしたっけ、公演の話なんですけど絶対的に、あーちょっと待ってくださいね、何の話でしたっけ、ちょーっと待ってくださいね、待って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 、なんだっけ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 、ちょっと待ってメモしとけばよかった、それな、なんだっけ、あ、思い出した、ちょっと待って、思い出したけどもう始まりそうなんでメモ帳にメモっときます。はい、思い出したんでメモりました。チャチャチャーン、待ってる日差し、空を渡る雲の、僕は時計を深呼吸したんだ、虹の列車が時刻通りに夢にで出発するよ、君と一緒に旅立ちたいんだ。適当に聞かないで、ちゃんと真面目に聞いてよ、ハルピョの話。ちゃん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 、この曲も好き、虹の列車。来ていたら当たり前の今しか見えず、では直角はさっきも言ったけど雨が降ってないし8人だからないんですセリちゃんってほんとなんか安定ですよね、安心して、 MC もおもろい、歌もダンスもできる、麻雀っていうなんていうの、自分しかできない、自分しかないそのなんて言うんだろう、ちゃんと確立してる、白い性格もめっちゃいい、なんなんですか、セリちゃんすごい、ほんとほんと安心する。だから多分フェスとかもいっぱい出たりするんだろうな、安定して全部できるから。
なぎちゃんが私の髪の毛に顔をうずめてる、かわいいね。体も柔らかいですよね、確かに。ありがとうございました。うん、何が、え、セリちゃんってすごい。身長もいい感じじゃないですか。めっちゃ伸びたし。すごいなぁ。すごい感心、感心しちゃってる。ありがとうございました。ここ8は夢へのルートなんですねっていつも思いながら。おお、無事終わりました、公演ありがとうございます。あ、そうだ、私オンデマバイバイ見て、みんなちゃんと最後まで。はーい、でまたあります。イエーイ、終わりました。イエーイ、はいはい、あ、うん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで無事ここまでが雫公演ということで、無事終わりました、ありがとうございました。はい。いかがでしたでしょうか皆様。紅葉、そうですね、まあ、とりあえず紅葉というよりもまずは外に出ることから始めようと思います。はい、で確かに成功到底、いやでも成功到底マジで大変なんですよね、あれ意外と。B の時こう、いや B の時はなんか8月にやりたい、8月にやり残したことみたいな話だったので、まあ、また腹筋の話するんですかって感じなんですけど、腹筋ですねって話はしてました。あ、夜公演のは見ません、私は。はい、夜公演のは見ません。オリックスのオリックスさよなら勝ちしたんですか。うわ、本当だ、最後の最後にちゃんと打っていくスタイルね、オリックスさん。もうちょっとじゃあ早く打ってもらっていいですか。ちょっと12回の最後までやるのかわいそうなんで、投手の方もね。
あのもうちょっと早く打つなら打ってもらって、代打若月さん、すごい代打で打つのはマジで本当にすごいと思います。あ、打てるだろみたいな感じで任されてると思うんですけど、打てよちゃんとって思って任されてるとは思うんですけど、でもそうやってちゃんとそこで打つのが本当にプロだなって思いますね。若月さん、初めまして、初めましてなんですけど、はい、プロだなと思います。まあでも今日はホークスは3対7ということで、勝ち投手和田さんありがとうございます。ギータ選手がねいい感じにホームラン打ってくださって、はーい、今みーさんもねなんかいいの打ったんでしょ、ツイッターで見たよ。なのでまた、明日も、え、明日和久井さん、和久井さんじゃん投手。和久井さんはヘキサゴンで見て知ってるんですよ私。そう、明日和久井さんなんだ。え、土曜日はもう大事なオリックス戦ですよ。もう頑張らなきゃだね。土曜日、日曜日も土日月とちょっと絶対に勝たなければいけない試合が続きますね。まあこっから毎日勝ってくれれば。え、マジック1減らすにはでも1勝して、あれどうしたらマジックって減るんですか野球マジック減り方、マジック点灯チームが勝つと1減る、うん、それは分かるんですよ。で点灯のタイミングについてです。マジックが点灯するタイミングは自分のチーム以外に自力優勝の可能性が消滅した時ですが、ざっくり表現すると、2チームとのゲーム差よりも直接対決の残り試合数が、あ、2位のチームとのゲーム差よりも直接対決の残り試合数が少なくなったらマジックが点灯するんだって。だから よくわかんないけど、マジックはだからついたり消えたりするんだ。だからヤクルト消えたんだ。なんか50何とかつきましたよね一回それが消えた理由がわかった。マジックの減り方はマジック点灯チームが勝つと1減ります。でマジック対象チームが負けると1減ります。ってことはホークスが勝ってオリックスが、まあ、ちょっと申し訳ないけど、あれオリックス今2位どこですか、2位オリックスですよね。ホークスが勝ってオリックスが申し訳ないけど負けちゃったら2減るんだ。もう、まあ、それは知ってるんですけど、ホークス勝ってオリックスも勝っても1は減るんですね。それなら嬉しい。今回ヤクルトはマジで交流戦が激強だったので、うん、本当に引き分けでも減る時もあるんだ、相手の試合のあれによってなんだね。面白い。マジックが3減った時もあるんだって。なんで？
直接対決の勝利なので、普通であればマジックは2減って16になるところですが、なんと3減って15になりました。これはパリーグの順位決定方式、勝率が同じ場合はチーム同士の対戦勝率が高い方が上位という項目の影響。まあなんか面白いこともあるそうです。ね、突然マジック2とかになりますよね。うん、言えるのは日ハムはか、いやでも日ハムがオリックスと対戦してオリックスに日ハムが勝ってくれることによってホークスはありがとうって気持ちになるので、はい、日ハムも関係あります。マジハートありがとうございます。うん、広島カープがクライマックス勝ったらハルピョン大喜び。なんで？なんでだ？どういうことだ？確かにホークスが負けた日に対象チームも負けて優勝が決定する気まぜっとなんか負けたのに、なんか試合になんか負けたのに、なんか結局なんか勝ったなみたいな、よくわかんねえなってなりそう。うん、なんかよくわかんねえなってなりそうですね。おもろ、それはそれでおもろい。でもプロ野球史上最大のマジック点灯は1965年の南海ホークスが打ち立てた7月6日にマジック62だって。最大、これが最大でも最速は、2022年にヤクルトが7月2日にマジック53。じゃあ歴史的瞬間を見たってことですね、私は今年。皆さんもですよ。ありがたい。歴史的瞬間に立ち会った。あ、待って、 TikTok ピョムービー、あ、待って、この話先にしよう。もうなんかやりたい話いっぱい多い。さっきから喋りたい喋りたいみたいな話をしてたと思うんですけど、その話について先にしますね。ですね、なんとまず、まあ、この話は私の話じゃないから、人の話だから別に一個はしなくていいや。エイトの公演で実は1回だけ元カレですを披露したことがありまして、あのエイトの公演自体で、そう、もう私がじゃなくてエイトがっていう、エイト全体で1回だけ元カレですを披露したことがあるんですけど、なんとその1回のセンターが私だったんです。いや嬉しいですよね。8でシングル曲をその公演でやるってなった時に、私はね、私でそのなんていうんですか、アイオンフェスでやってたことがあったからそこにやらせていただいたんですけど、そのたった1回の唯一の8のセンターを、元カレですの唯一の8の公演のセンターを橋本がやりました。すごーい、嬉しかったです。めっちゃできて、そう、なんかマネージャーさんに、なんか今度の雫公演の元カレです1番でお願いします、丸1番でお願いします来て、
嬉しいと同時に、できるかなと同時に嬉しいが来たんですけどまあとりあえず無事その時は頑張ったんですけど、ちょっと待って勘弁って頑張ってよかったなと改めてとっても思う次第でございますそうそう、ひとりごとだよ、テレ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 テテテレテテテレテテ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 、ダンスは一番しっかりできてた。え、顔はダメだったってことですか？顔はダメだったってことですか？次の雫では新曲確かにもうその域ですよね。もう雫公演はもう新曲発売よりはまあだから1シングルで2回やるぐらいですよね新曲本当にそんな感じまあわかんないよ、だから10月にめっちゃ雫公演やるかもしれないし、全然やんないかもしれないし、それはちょっとわかんないですけど、楽しみにしててください。せめて月一しずく私に言わないで誰がしずくを止めてるんですかね。郡司さんも違うって言ってたし、エイトのマネージャーさんも違うって言ってたし、誰がしずくを止めてるんだろう。顔は良かったと言えばいいですか。顔はですか、顔もじゃないんですか。いやだから顔もですよ。16人に戻ったら愛しさ丸めて、私はキャンディーなんで今年しずく一回も当たってない。ピエン生誕は雫ではやらないです。はい、 B 公演でやりたいっていうのは言っているので、スタッフさんにもう雫でやったことあるし、でもあれもできますよ。一つの宇宙が現れて、神の手のひらの上、なんだっけこれ忘れた。ジュックローネとパン、ジュックローネとパンできます。キャンディー一つほらほっぺの中、幸せになれる呪文みたい。エビバディエビバディだ、どこへ行こうか。ピョムービーあげるって言ってたんだって、 TikTok に。10コロできるよ、10コロ。10コロ寝たせばパンが買える、ワインだって手に入る、それより僕は夢が欲しい。あれ間違えた。なぎちゃんの北海道イベント、あと一人ハルピョン出ないんですか。出ませんその日ちょっといろいろあってちょっと出れないですはい、ちょっといろいろあるのでその日すいません出ないんですけど、あれピョンムービー、あった撮ったよね北海道だから、みんなが
その北海道イベント決まったねみたいな話してた時にファンの方がわーって、その時はねあれだったんですけど、まあその日出れないんで、そう、でもまあ開けといてくれるとちょっと嬉しいかなって感じです。そうそうそう、予定があるならしょうがないですよね、しょうがない。予定があるならしょうがない。今日は15日、待って、友達の誕生日なのに誕生日おめでとうって LINE してない、やばい。やばい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 、焦る。ピョンムービー、旭川は遠そう、楽しんで行かれる方、ハルピョンいないけど圧橋本春奈うさぎマーク、もう寒い。そうなの？うわ、何言ってたっけ私。ね、北海道に住んでる方もう寒いですか？別に住んでなくても今日出張で北海道に行ったんですとかっていう方でもいいんですけど全然それでもいいんですけど、あ、今日聞いて、ホークスの周東さんのあれ来てる、そういえばマジック点灯した日に、すごーい。今日のアイラインは、あ、見えないかも、下げ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 アイラインでした。見えるか、こっちはもう残ってないや。北海道私行かないですよ北海道のイベントは今日はなぎなぎチューブで多分生配信で発表されてたと思うんですけど、あ、思い出した、何言ってたか。ドッポーン独り占め、これか、皆さんぜひドボン待ってますよ。てかさ、あれさ無理なのかな、キャパどんぐらいですか。まあ100ケツまではいかなくてもさ、せめて20人ぐらいはさ、まあ別にその上位の方はまあ無料招待でいいと思うんですよ。もうでも20人ぐらいはまあ招待じゃなくなかったとしても、なんかなんて言うんですか、チケット確定とかしてほしくない？だってさ、その方々のおかげで私たちはさ出られてるのにさ、なんか去年の時は本当になんか頑張ったのに行けませんみたいな人がいて、めっちゃ去年じゃないか1月、めっちゃかわいそうと思って、そう招待はまあその上位の方だけだけど、チケット確定がもう上位10人20人15人20人15人、まあとかでもいいと思うんですけどね。うん、ダメなのかな、ファン減っちゃうよ
そんなシビアなことしてたら。よし、投稿ポチッとな。2000人前後。ふむふむ。抽選の範囲を、だから抽選の範囲とかじゃなくて、もう確約してあげてほしいとは思います。あ、歌唱力のライブのところと一緒なんですよね。どんな感じのステージになるんだろう。でも去年、違う、1月のステージめっちゃ可愛い。え、待って、ピリピリって言った、やばい、こんな、まあいいや。1月のステージめっちゃ可愛かったから、メンバー1人に対して100位まで、いやだピョンズはそれでもいいと思うんですけど、本当にもうマジ100位のボーダーが上がるから、ピョンズはそれでもいいと思うんですけど多分さ、それこそファンの方がめっちゃ多いところとかだったらさ、多分100、普通にプレイしてても100位までいけちゃうよみたいな人もいると思うんです。そう、全然頑張らなくてもいけちゃうぜみたいな人もいると思うんでね。だから100位まではちょっと多分多すぎるかなって感じ。だからまあせめて10人、まあ、10人は絶対行かせてあげてほしいって気持ち、いつもっていうか去年思った。本当に、まあ、それがキャンセルとか出たらまあそれはそれだけど、かわいそう。だから上位3人が優待券もらえるんですか。え、何位までが優先的に入れるんですか。5位まで。3人まで。5位までが優待。あ、もうか、じゃあもう招待ってことでしょ。じゃあもう15位までやろうよ。15位までやろうよ。もうまあ20でもいいけど、別に。1月はキャンマチで入る。よかった、キャンマチっていう制度があってよかったよ。本当に前回が3人、今回が5人、まあハルピョンが1位だから6人ですね今回。6位までの方ですね、上位。お腹鳴っちゃった、お腹すいたみたい。11時には配信終わろうかな、あと17分ぐらい。何喋ろう。もう前髪終わってる。この後はメイク落としてお風呂入って爆睡。眉毛めっちゃ綺麗、見て、程よい。マジでなんか量減らして整えたからめっちゃ良かった。自分でやったんだけど、なんか眉毛サロンみたいな行けばいいじゃんって思うんですけど、自分でできることは自分でしたい。
なんか松葉とかって自分ではできないじゃないですか。でも眉毛整えるのは自分でもできるじゃないですか。髪の毛切るとかも自分ではできないけど、眉毛切るは自分でできるじゃん。切るっていうか整える、自分でできることは自分で、まあケチって言われたらそれはそれなんですけど、ケチなのかもしれないですけれども、あ、待って、やらかした、タグ付けすんの忘れた、橋本ハルピョン、まあいいや、やらかそう、やらかそう、無駄絶対ことがあるならやらかそう、やらかそう、はみ出そうぜ。今月のやってみっちゃはいつ放送ですか？まだ、え、言っていいのかな、もう。でもさ、もうさ、言われてるんですよね、スタッフさんには、マネージャーさんには言われたくないんですけど、もうその私にその今回体験を教えてくださった方がもう SNS で言ってるんですよね。てか私も前言ったし、言っていいのかな、もう多分 KNB さん的には大丈夫だと思うんですよ、その方が言ってるんですから。そう、KNB さん的にはなんか前もそうだったけど、え、もういつからでも情報全然出して大丈夫ですよみたいな感じそうらしいんで、全然多分いいんですけど、 AKB のね、それこそこのさ、公式のさ TikTok のやつもさ、間違えた、 TikTok のやつも公式さん全然言ってくれない、ああ今日言えばよかった、マネージャーさんに、またしばらく会わないからな、言えばよかった、まあいいや、メンバーが多いんでしょうがないですよね、普通に考えて、うん、メンバーが多いんで、Reach out, you're like a boss. Reach out. みんなに早くファーストジェネレーションの曲聴いてほしい。私の歌割りを探してほしい。うん。歌って。やらかそう。まだ歌えないです、うん、なんかセカンドジェネレーションの曲もなんかほんのり聞いたんですけど、かおりちゃんの声を探した方が早そう、なんでだ、なんでだ、知らず知らずに鼻歌で、まあ歌ったことないです、大丈夫、あ、かおりちゃんと一緒にレックしたからって言ったからかな、かおりちゃんと一緒にレックしたよって言ったからかな、一緒にはレックしたんですけど歌われは一緒じゃないです、はい一緒にはレックしたんですけど歌わりは一緒じゃない、うん、多分わざと変えてるんじゃないかな、一緒にレックする人それぞれのそのちゃんと歌わりのところを聞きたいから、多分わざと歌わり違う人と組んでるんじゃないかなと、わかんないけど、そこら辺ちょっとちゃんと考えられてそうなったのか、普通にスケジュールの都合でそうなったのかとかは全然わかんないですけど、少なくともかおりちゃんとは一緒じゃないので、かおりちゃんの歌割りを探しても私はそこにはいませんそうなの、頑張って探してみてね、
ポジションも歌割りも一緒、一緒ならめっちゃ一緒やんってなる。確かに曲中に富山って聞こえたらそれはハルピョンだと思っていいよね。あ、それはハルピョンだと思っていいんじゃないですか。さすがに富山って曲中に言う人いないでしょ、私以外で変なことが起こっちゃうから、それだとね。うん、でもわかんない、海富山っていう曲があるかもしれないし、歌詞か、海富山っていう歌詞があるかもしれないから、もしもそうなった時は富山って言ってる人がいるけど私じゃないから、それはちょっとしょうがない。海富山とかは受ける。海と山と川君と虹と太陽とみたい。ん、君と、うん、君と虹と太陽、うん、君を守りたいか、強く抱きしめて溢れた涙を一しずくが七色に輝くよ、お腹が空いたら焼きおにぎり。お腹空いたらラーメン、モスバーガー、あ、ピョンムービー投稿されたので多分もうそろそろ上がると思います。まだだと思うんですけど待っててください。あ、待って、私、え、8時に配信始められそうですって、これ待って、また755投稿されてない、ごめん、急に配信始めた人になってる。ごめん、ねえ755調子悪い、マジそれな、マジそれな、つらつらピーマン、つらピーマン、マッキーいいこと言うじゃん。え、秘宝すぎるマジで。言おうか迷ってた、マジ？ごめん。ピエ。悲しい。ちょっと。え、私言ったよ。もうちょっと悲しい気持ちに今なってるんで、そろそろ配信終わります。え、結構悲しい、だって言ったじゃん、言ったのに、言った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 、慰めて。それでも1万人来てるからいいと思う。確かに確かに、カニ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 恐竜、はい、ヒユカ、ありがとうございます、今日も愛してますヒユカちゃん。
ということでランキング読みますね。まつげ早くマスカラ取りたい。お腹すいたし。あ、まつげ抜けた。早くあれを食べたい。なんだろうな、なんだろうな、なんでしょうね。あ、今日のそのインスタの方に投稿したやつに全然コメント来ないんですけど、波動の練習動画の方も載せたので、アルピョンがちゃんと本当になんかリハの時は上手かったんだよっていうのが分かる、ちゃんとした動画を上げたので、リハの時は上手かったんだよっていうのをちょっと慰めてください。本番下手だったんですけど、はい、もう今日はみんなに慰めてもらう日。ハルピョン、ねえ、よしよしして。いい子いい子だっけ、よしよしだっけ、なんだっけ、キスバイエイトの七夕のレミの真似、やだみたいなありまして、6個の映像って5時、え、何の話、6個の映像どれだ、 TikTok もしかして5時ってる、あかん、え、どれだ、波動の投稿、本当だ、5時、5時、5時、直した、5時です、シャシャした、シャ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 した。 TikTok じゃなく買ってよかった。 TikTok は上げたやつあれ編集できないから TikTok じゃなくてよかった。ランキング読みます。あ、みずみん配信終わっちゃった。今日はね、セナタンにだるがらみしたのレッスン終わった後セナタンにだるがらみしたの。あとめぐみんとめっちゃ喋ったんですけど、めぐみんにハルピョンさんって呼ぶのやめてって言って、そうだからちゃんとめぐみんがこれからなんて呼んでくれるか期待してますそう、なぎちゃんのことなぎちゃんって呼んでて、え？みたいな、待って私もやだ、ハルピョンさんやだっていう話して、別の方がいいって言って、なんて呼んでます、あ、ハルピョンさんが多いかもって話して、ピョンちゃんか、何、ハルピョンかピョンちゃんになりましたどっちで呼ぶか楽しみにしてますということでランキングいきます。1位サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位パンダさん、ありがとうございます。やばい、見て 7% しかない、あとイヤホンの充電器の充電、充電しなきゃ。2位パンダさん、ありがとうございます。3位菊池直久さん、ありがとうございます。4位ニックさん、ありがとうございます。5位ギャローさん、ありがとうございます。6位トラック野郎さん、ありがとうございます。7位ツッチーさん、ありがとうございます。8位、マックミックさん、ありがとうございます。9位、くじの大吾さん、ありがとうございます。10位ともゆきさん、ありがとうございます。11位ムジカのバナナちゃん、ありがとうございます。12位はるなたん大好きチュッチュさん
これ私のことでいいのかな、春菜たんは。リッセンももかのアバターだけど。ありがとう、チュッチュ、ありがとうございます。13位さくらさん、ありがとうございます。そしてほじほじとどやきほじとよほじおちゃいおちゃい、本日のラッキーエイト88位さんはですね、ゆういちさんです。ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。わあと6人で1万2000人いくんで、それだけ見過ごしてから。テロップの絵文字が何だったか教えて。これ何、アザラシみたいなやつ、アザラシみたいないいはずです。あ、1万2000いきました、ありがとうございます。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで1万2047人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春菜でした。皆さん本日はありがとうございました。それではおやすみなさい。ツイッターにもぴょんムービー載っけるので待っててね。バイバーイ。あ、全然切れないやつだ。またバイバーイ。切れない切れない。